こんにちは、テイガールです。今回ご紹介するのはこちら、バンダイさんから出ております、プラノサウルスということで、恐竜のプラモデルということですね。対象年齢6歳以上となってますので、さほど難しいプラモデルではないのかなと思います。で、今回はですね、こちら中身の方のご紹介と、組み立ての方までご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではまずですね、実売価格なんですけど、1408円ということなので、まあ、値段的に言うと、楽プラなんかと同じぐらいの値段設定ですね。はい。で、部品点数で言うとですね、ちょっと楽プラどころではなくて、かなりの部品点数です。こんな感じ。はい。で、シールも入ってますね。はい。どうでしょうか。はい、それではですね、ちょっと中身の方を、じっくりと見ていきますね。まずですね、骨があるんですよ。で、骨を結構リアルですね。骨を組み立ててから、外装パーツをつけるような感じで、まあ、ガンプラなんかと割と似たような作りになっているのかなと思います。ここら辺発想がですね、非常に面白いですよね。ガンプラと同じようにこう内部パーツを作ってから外装をかぶせていくという仕組み。はい、でもう一つのランナーがこのような形になってまして、もうすごいリアルにできてます。はい、どうですかね。これかなり見た感じリアルですね。でこれだけリアルなんですけども、それとなくこう関節があってポーズもですね、自由につけられるというような形になっていると。はい、それではですね、ちょっと、説明書の方見ていきたいと思います。こちらの方1番からですね、まず頭部から。まずは骨組みから作っていくという感じになりそうですね。はい、それでは早速作っていきたいと思います。はい、それではまずですね、頭の方からですね、これは、ランナーからの切り離しはですね、今ニッパー使ってるんですけども、これ多分手でもぎ取ってもかなり綺麗に取れる感じのものかなと思いますね。こんな感じで、ほとんど、なんていうんですかね、ゲート跡が残らないような仕様になってる。なので、まあ、初めて、作るという方でも安心かなと思います。ちょっとこれもぎ取ってみますね。こんな感じで、すごい。これすごいですね。ほとんどこんな感じで、もぎ取ってゲート処理をしなきゃしないでも、まあなんとか全然なりそうな感じになってます。はい、それではですね、まずこちら側の顔の右側ですね、にこのパーツがはまると。で、ガンプラなんかと同じように接着剤がなくても大丈夫です。このままパチパチと組み立てていけるタイプですね。で、挟むようにつける。はい。はい、で、まあもちろんですね、こういったちょっと気になるゲート跡とかがあれば、ここはですね、このような形で紙やすりで、きれいに処理しながら組み立てるとよりいいですね。はい、こんな感じ。きれいになりました。はい、そしたら次は下顎ですね。これはですね、こんな感じで外してから、必要に応じてゲート処理をした方が楽かもしれないですね。こんな感じで。はい、下顎がついて、このような形で稼働すると。なかなかリアル。はい、それでは続いて胴体部分ですね。はい、この逆にこのニッパーがかなり入りづらくなってるので、かなり薄刃のニッパーじゃないと、ニッパーで外す方が逆にちょっと大変だったりなんかもしますね。はい、はい、そうしたら胴体の組み立てですね。こちらのパーツがここにこのような形で入って、これがこっちから同じように挟まると。こういうことですね。はい、で次にですね、A22 番、この鍵状になってますので、ここにこのような形で入ると。はい、おー、なるほど、こういう感じ。はい、そしたら次にですね、この A の7番にもここに鍵状の、部分がありますので、ここでこのような形になって、これを挟めるように A の29をつけると。はい、A の29がここで挟まるようになって、あ、ここに入って、あ、こういうことだ。はい、こういう感じですね。おー、はい、はい、なるほど。はい、このような感じですね。で、このプラモデルの面白いところはですね、説明書の方に、ここは鎖骨といって鳥と一部の恐竜にしかないものなの。そのことからティラノサウルスは鳥に近い生き物だったのではないかと考えられているというようなことでですね、ティラノサウルスの説明がなんかですね、こうちょこちょこと挟まってる感じですね。なので、恐竜の好きな方はですね、恐竜の勉強をしながら、恐竜を学びながら恐竜を作れるというような感じですね。非常に面白いですね。はい、そうしたら次はですね、頸部というところを作っていきます。まずはこちらのパーツと A の2と3、これですね、2と3。はい、このパーツはですね、ちょっと向きを間違えないようにこのような形で差し込んでください。で、こちらの方も向きを間違えないように。はい、このような形で横から見た図っていうのが、ありますので、これとですね、よく見比べて、付け間違いがないか確認してから次に進んでください。で、A の15。はい、そしたらこの頸部というですね、部品、首のとこですね、頭をつけてこんな感じで、これがこっちの胴体のここにつくわけですね。はい、こうなることで、こうある程度ですね、首が稼働することができるようになります。このテンションなんかもですね、さすがバンダイさんといった感じで、非常にちょうどいい感じのテンションで動きますね。はい、そうしたら次はですね、足のところを組み立てていきます。はい、そしたらまずこちらの根元の関節から入れて、こうですね。そして次、ここに、この部品が入ると。はい、こういうことですね。これが右足になります。で、これが右足なので、ここのところに、こう入ると。おー、こういうテンションがすごい確実ですね。さすがバンダイさんは。はい、そしたら次にですね、これが手ですね。A の31という部品がここにこのような形で入ります。これ足に比べて手ちっちゃいですね。はい、それではですね、同様に左側の足も組み立てて、このような形でつけていきます。はい、そうしたら最後にですね、こちらの尻尾パーツをつけて、これでもう骨完成ですね。だいたいこんなバランスになるんですかね。こういう感じ。はい、こういう感じですかね。どうですか、意外と尻尾長いんですね。はい、で、台座に飾るときはですね、この台座とこの台座に飾る用の部品がついてくるので、足のどちらかにですね、このパーツを差し込んで、ちょっとここきついですね。はい、キュッと差し込んで、このパーツを台座にキュッと入れておくと。キュッと、こんな感じ。で、あとは自分の好きなようにポーズをつけて飾っておくということになりますね。こんな感じになります。はい、どうでしょうか。こういうこと。はい、そうしたら次はですね、このような形で一旦ばらして、関節のところですね、ばらして、恐竜ビルド、今度は骨格じゃなくて恐竜ビルドにチャレンジしていきたいと思います。はい、それではこちらの、B のパーツですね、顔のパーツ、これをここにかぶせていくと、これがこうなって、あ、なるほど、こうなって、すごいですね、これがかぶさると。おーだからちゃんとこう歯は見えるようになるということですね。非常によくできてますね。はい。で、頭のパーツがこのような形でつくと。はい。で、顎のパーツをつけていきます。はい。それじゃあ顎のパーツはこれですね。下顎っていうか、これが顎の中。あ、これ下なんだ。タンです、タン。これがここにこう入って、あ、なるほどなるほど、すごいな、こうなって、で、下顎がつくと。ああ、ちゃんと下までこう再現されてるんですね。で、これが下顎になります。はい、で、これでこう挟むと。おー、すごいリアル。ちゃんとこう舌があって歯があってっていう形になるわけですね。おー、なるほど。はい、こういう感じで顔が出来上がります。はい、それでは次にですね、首のところを組み立てていきます。このような形でパーツをつけていくわけなんですけども、首のところと胴体のところは羽毛にするのか、通常パーツにするのか選択できます。で、今回はですね、羽毛じゃない方をつけています。こういう感じですね。はい。で、下からこちらのパーツをこのような形で、つけると。はい。これで首の部分が完成となります。で、頭がここにこのような形でつくと。はい。こんな感じですね。はい。そしたら次、胴体パーツもですね、羽毛と通常バージョンが、選択可能となってますので、通常の方で組んでいきたいと思います。最初、羽毛は、あれですね、シールで再現かと思ったら、パーツが2種類ついてまして、これが通常のタイプで、羽毛タイプというのがこういう感じで、こういう感じですね。全然、こう、羽が生えてる感じになってます。で、下をこのような形でつけて、はい。で、後ろが、こちらのパーツがここ、こうでこっち側を挟んで、はい、でお腹をつけると、こうですね。はい、これで完全に骨が見えなくなって、でここのところに先ほど作った頭がこういう感じでつくと。おおで、首が若干こう動くということですね。はい。あ、少し、こう向きを変えることもできますね。あ、結構可動範囲広いですね。意外と広いですね。はい。そうしたら次、手のパーツもこんな小さいのもちゃんとこのような形で骨を中に入れる形で組み立てていきます。すごい作りになってますね。はい。こういうことですね。で、ちょっとゲート処理をしておきます。はい、そしたらこれが右手で、ここにこのような形でつきます。本当に手がちっちゃいですね。はい、そしたら左手も同様にこんな感じでつけていきます。これ、骨がですね、もう完全にこう見えなくなっていくあたりがすごいですね。はい。はい、それでは次にですね、右足の方を組み立てていきます。はい、で、足はですね、このような形になるので、ここの関節は動かなくなるということになりますね。はい、これで右足が完成。はい、そうしたら同様に左足を作って、これを、胴体の方につけていきます。はい、そうしたら最後に尻尾を組み立てていきます。このような形で同じように貼り合わせて、ここの部分も貼り合わせてということになりますね。はい、で、尻尾。ここはですね、組み立てた後シールを貼っていくということですね。ここに合わせて貼ればいいのかな。はい、このような形でシールを貼ると。はい、このような形で尻尾だけですね、ここの部分がちょっと別パーツではなくてシールになってるということですね。で、これがここにこのような形でついて完成となります。はい、で、恐竜ビルドにした場合はですね、こちらのパーツをこのような形で取り付けて、先ほどの台座の方ですね、このような形で好きな穴に入れて、このような感じでディスプレイすることが可能になってます。で、あとですね、これ全部こうもなか構造でこういう風に貼り合わせてますので、半分だけ、外装を外して、骨とですね、こっちから見ると恐竜、こっちから見ると骨みたいなこともできます。ちょっとそれもやってみたいと思います。はい、というわけでこちらのですね、外装パーツを外すとこのような形にすることもできるわけですね。ちょっと待ってくださいね。手つけるのを忘れました。手をつけて完成になります。これがここについてこんな感じ。こっちから見ると骨で、こっちから見ると恐竜。はい、こういったことが簡単にできるんですね。はい、いかがでしょうか。はい、というわけで今回はバンダイさんのプラノサウルスシリーズからティラノサウルスをご紹介しました。なかなか細かいパーツ構成で、パーツ点数もそこそこあるんですけども、対象年齢6歳以上ということで、ニッパーやカッターがなくても普通に組み立てることが可能となっている簡単なプラモデルですね。それでいて完成した時のクオリティも非常に高くて、恐竜が大好きという方にはおすすめのプラモデルとなっております。このシリーズはですね、他にもトリケラトプスやステゴサウルスなんかもありますので、お好きな恐竜があればぜひ一度作ってみてください。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。